本作「炎帝創設図」は炎天下の自宅の庭から構想を深めて描かれた一作です。一面に雪が降り積もっているものの画面には初夏に花が咲くはずの山よりがあり日当たりの良い道端に生える竹に草そして亜熱帯の植物である芭蕉などが描き込まれています。すなわち 粒子は夏の庭に雪を描くことで能量を楽しむイメージを本作で表そうとしたのです粒子記念館には実際に粒子の庭にも馬匠が植えられていた写真が残されています当時の展覧会表では粒子の見るものをあっと言わせるような本作のイメージをシュルレアリスムの作品と比較したりするものがありましたがそのイメージを粒子は 唐の時代の詩人王位が描いたと伝えられる雪中芭蕉図から得たと言っています本来雪の季節にあるはずのない芭蕉を描いた中国の古賀のイメージを劉氏は現代化を試みて暑い夏の日における一服の清涼剤のような施策に描き上げたのですまた芭蕉の葉に色鮮やかな鳥を止まらせることで 粒子は南国の情景を示唆しています。これは本作を描く、前年の1934年にサイパンやパラオなどの南洋諸島へ視察して回った際に、現地で目にした鮮やかな動植物からの影響があったと考えられます。南国の情景と雪、これこそ粒子が本作で見せようとした量を楽しむイメージなのかもしれません。